はい、皆さんこんにちは、ハチでございます。三国志14やっていきましょう。そこせつさんで、なにこれ、あ、情報の切り替えだね。あ、これ、あ、こうやって飛んでいくのか。今頃になって分かりました。そこせつさんのね、三国志14、そして誰もいなくなってやっていきましょう。おいっと、あ、これ情報切り替えるんだね。前線、あー、え、これで何がわかんの。お前線って今全然ここだけのはずだけどね、ここだけのはずなんだけど、あ、境目か、境目という意味かな。じゃあ引き続きどんどんやっていきましょう。おっと、はい、じゃあこれね、じゃあ次は外交、あ、外交見えだね。敵士と、あ、ボンの顔出せるんだちょっとボンの顔あんま見たくないですけどね。これでボンの顔も出せるんだね。でこっちは創設さんってことかな。ああ、あらららら、なるほど、こんな感じね。でこれは、はいはい、はいはい、うん、これは、お、何これ、地域隣接線、わあ、こちら、おお、おお、そうなのね。あんま意味わかんないな三角形になったけど色が違うので、青になってなくて緑になってるのはここまでと。あ、結構いろいろあんだね。はい、でこれは勢力色、これは必要だね。で、前線、あ、はい、さあ進めていきましょう。でこっちだね。で外交か拠点情報、で部隊情報、あ、舞台情報出したり出さなかったり。ああ、早期さん、とうとう。いやあ、お疲れさんでした。寿命伸ばしてやってもらいましたからね。ああ、そうか、残念だね。でも、それ仕方がないわ。若いけどね。若いというか、トップ10に入ってないでしょ。トップ10とかね、トップ20か。いつもやってるね。あれに入ってないと思いますんで。これ消しときましょうか。で、これは何？北向き。おう、あ、北に向けるっていうことか、こうやってても、あら、はい、杭州は今日になった。おお、本当だ、これちょっといがめてるんですけど、いがめてても、あ、さっきこれ行っちゃいましょうか。はい、イベントじゃなくて、はい、でこれをこう押すと、ああ、いや、私ね、いつもずらしたらね、ずらして戻すのはね、こう引いたら勝手に戻るんですよ。それを使ってましたね。はい、さあ249年いきますよ。これを、はい、どうにかして左クリックの左クリックの回数を減らすことができないのかなと。あ、誰か発見したね。あ、そうだ、トーキンさんだ。あー、来たね、あのトライアングルのこの人、めちゃくちゃいい。あらら、星さんお亡くなりです。あー、うち穴開いたね。落葉穴開いちゃった。落葉の内戦に穴が開いちゃいました。ちょっと待ってくださいよ。
はい、宴会しておきましょう。なんら問題ない。で、落葉のね、これは縁だね。内政に穴開いちゃいましたね。ああ、まあ、加工レジさんでいいでしょう。ああ、全部埋まったね。ああ、あと孫健さん、あなた勝負だね。あと、この2箇所か。わかりました。はい。で、はい、あら、この人魅力低いね。あら、13の時もうちょっと違ったと思ったんだけど。あらら、こういうと頭にするわね。義の当該の幕僚、258年刻んだ戦いで当該が脅威に敗れると自ら進言して職に潜入。職って竜前に取り入る宦官高校に賄賂を送り、脅威が職に義に下ろうとしているという偽情報を流す。高校から報告を受けた竜前は脅威を前線から読み戻し、脅威は以降数年間北伐を中止したと。シーズでは記述がなしていると。この人低いね、魅力が。ああ、ちょっとどうだったの、13もそうだったかな。そんな感じは、あ、でも13魅力っていう項目ないからね。13は魅力は確かなかったですよね。そうでしたね。これを、まあ、魅力って力って書きますもんね。よくよく考えるとそんな力あるのっていう感じですけどね。まあ、人を引きつける力っていう感じなんでしょうね。はい、さあどんどん送っていきましょうと。あとは頼む。ああ、加工研さんお亡くなりです。あら、またどっか出てきたね。はい、ほいほい、どこ、あ、今度はここだね。あれ、前もうこの辺じゃなかったっけ。あら、おいっと、ほら、まあ負けないやね。あ、今回は陳竜からは来ないね。北からは来ないね。はい、だけどこれ3000-3000でやっつけれる？大丈夫かい？族徒とは違うのかな。あ、環球州さんだね。で、何これ、何トトロクっていう字かな。あ、ちょっとでも違うね、トトロクっていう字じゃないね。いや、あ、まあ勝ってるか。あら、どっか行っちゃった。巨匠に入っちゃったね。あ、ごめんなさい、またちょっとフォーカス外しちゃった。これを、はい、さて、とっと、はい、と、あ、うん、陳竜から出てきたね。あ、またカン誰これ、だ、あれだ、あの人だね、関西の人だね。ああ、そうだ、関東さんだ。さーてと、あら、旅券さんが継承になりました。あ、あれ、旅隊さんか。そうかそうかそうか、旅券さんは違うのか。長いですな、旅隊さんだね。さあ、よっこいしょ、どっこいしょ、よくせー、はい、行きなさいと。
けないね。これを。なかなか19万から増えませんね。よっこいせと。達成いたしました。報告が。はい。ここ通って帰ってくれりゃいいのにね。はい。ああユンマさんが川田さんを発見ね。さあ249年に入りますか。よいしょ。まだ投資できるんだね。中大大大大大大。なんかまだねノンストップゲームとか言いますけど、はい、あ、孫九さんが来ました。お、はい、宗司さんも長いね。あ、刀剣さんがお亡くなりです。あ、旅券さんお亡くなりです。はい、これを。はい、さてじゃあ新入社員じゃないわ、新人さんを見ましょうか。サンキューさん、うわーすごい、いいいい、もう言うことなしだね。勝者投石嵐、ああ勝者と投石専用員だね。側家の六男、孫東、孫家、孫派の弟、孫良の兄、五の第三代皇帝、慶帝と。あ、第三代の皇帝なんだね。258年、孫良を廃した孫林に迎えられ、皇帝に即位、反逆を企てた孫林を帝皇らに討たせたと。あ、義の攻撃を受けた職の諸葛戦から、援軍を要請され、帝皇らを派遣するが間に合わなかった。諸国が滅び、義も真に滅ぼされると、神通から発病し、上昇の牧羊公に皇太子を託して死亡。しかし、万幾らの画策で、孫家の子、孫子が自帝となったと。あら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 。志津では教育、農業を進行し、租税を軽減するが、晩年は牧羊公、長府に政治を任せ、古典研究に没頭したと書かれてるんですね。さあ送っていきましょう。そういえば孫林さんは孫権さんとはあんまり違う、直系じゃないんだよね確かね。結構離れてるっていうのは聞いたことありますけど、孫光さんは孫家さんの子供なんだね。はい、あ、孫林さんもういたかな。ああ、のすっごい上から見てるような感じの人だよね確かね。さてと、2月まで行けそうかな。あー2月は厳しいね。1月下旬で止まりそうだね。はい、それじゃあね、創設の三国志14、この辺で終わっておきたいと思います。止まるとはされました。